年内の天皇杯で V リーグの選手としてのデビューということでおめでとうおめでととううありがとうございます <laughs> 年明けて2月にサントリーと j テックとサントリーと VC 長野3月に VC 長野と j テ e c との試合があるってことでリーグ やけど兄弟対決があるということで。そうしとはそれで人生で初めて。ケンちゃんというと両方とも初対戦。うん、初めて。実際さ、最初にさ対戦したユートが1年目のサントリー戦。ああそれどこやっけどこでやったっけい今思いさっき話して思い出そうとしたんだけど、最初どこでやったっけなと思ってああはいはい、分かった分かった。 あれだ本当、開幕戦じゃないっけの次の2戦目の武田手羽でやったわ。<え>俺、その時出てなかったやん。えああ、思い出した思い出した。武田手羽でやって、<laughs> その時俺、ピンサで出てて、それだけやった気がするな、最初は。そのピンサが初対戦。そう。ピンサで出て、終わって、まあ、チームはうちが勝って、で、2回目の レグで全然覚えてない。<の>俺はマジで覚えてないわ。え、マジで2回目どこでやったっけ ?2 回目どこでやったっけちょっと気になるわ。ジョルキカッチねカット。こんなクソみたいな時間は長さんよ <laughs> <laughs> ない <laughs>。はい、わかったわか,かった。2回目が徳島でやってるわ。で、多分うちがフルで勝ったんだ、それ。ああ。 あで、最後が、丸ンで、1月ぐらいにやって、多分三3コロで過ごられたとき。で、最後、準決でやって。あれ、1年目かそ<う> 1>。1年目優勝して、去年が年目かな。で、今3年目。だからそんなやってないよ。だんだん思い出してきた。でも、初対戦はだけは思い出せんわ。<laughs> えっとねあ、俺は思い出してるよ。ピンサで、フィーって出てきて、フィーって帰ってたのは覚えてるから。<laughs> 実際今さ、兄弟対決意識しますかみたいなさ。 別にそこまで意識はしてないかな。別にそのサーブをけんちゃんのとこに打ちました。別にそれは意識してるわけではないから。<laughs> 試合前と試合終わった後はまあ話したりあるしね。<う>まあ一応チームとして誰を狙うって決まってるから。そう。そうでも仮にさ、どっちかがエース取るとか取られるとかなったらさ、意識することはあるっちゃあるけど。 後々あるかも、ね、だからでも多分宗氏とやるときは最初は意識するやろうなとは思うけど初めてやから最近でもさ j t ッ c と調子良くない良くない年末天皇杯の前までは正直あま年明けも明けてもトーレさんにも一生いっぱいでまそこからは勝ててるって感じかな調子がいいんかなまあ,まあ今は確かにその年末年始に比べればメンタル面とかではいいかもしれいね やっぱ負けが続くとどうしても負のなんか連鎖っていうかさ。JTEC とサントリーっていうか、俺とユートで言えば、もうあんまり意識することはないって感じだな。もうないね。もうないね。ないね。確かに最初はサーブ打つのもなんかちょっとはあったかもしれんけど、ブロックとかはどうマッチアップすることがほぼないけど、うん、俺がライトで打つときにたまにあるぐらいじゃん。だから、それも別にないかな。 直接ブロックしたらありそうじゃない確かにな。あんまないけど、それは確かに。そのシチュエーションがないけどね。まあ、なんかでも、外野がやっぱすごい、外野っていうか、チームメイトの <laughs> 外野が<っ>すごい、こう、もりもりのヤジが来るから、僕は,はどうしても、うん、意識しちゃうけど、結構やってるから、もう慣れたかな。まあ、あるとしたら外野のやじが後々こういうプレイがあったってぐらい。<そう> <laughs> まあまあまああ、そうやな。まあじゃあ、強いて言うなら、 S1 S とかでマッチアップしたときのブロックぐらいかな。そうね、まあそんくらいかな。ちょっと意識するのは、あ、絶対止められたくねえと思うけど。<laughs> 止められたくはないよね。<お> <laughs> <laughs> まあもしそれがあったらちょっと注目してほしいところではあるかもね。まあ別に俺を見なくても、A ヘルプして、俺が最後で大丈夫だから。<laughs> まあそういう駆け引きもあるっていうのは楽しみでもあるかなやっててじゃあ試合頑張りましょう頑張りましょう頑張りましょう <music>